スタートこんばんは森徹子ですそれでは山崎先生よろしくお願いします今日はですねええー、桜井よし子さんについてちょっと話してみたいかなと思いますええー、桜井よし子はですね 安倍晋三さん事件、晋三さんが亡くなって、銃、まあ、あ殺事件のあと亡くなって、ですね、どういうふうにえこれからの言論をやっていくのかなとじっとまあ見てたんですよ。僕はですね、昔か,昔からというかあのある、ある時期から、ですね、えー、補修論談というものに、ね、大変興味を持って興味を持つっていうのはど、えー、別にその、えー、何か、 価値があるからねそれに興味を持って何かをやろうとかそういうことじゃなくてですねまあこい,こいつらがいかがわしいことをやってるからだ観察してみようっていうその程度ですね別に、えー、それでね読みたくもない本もいっぱい読んだんですよそれで僕はまとめて「星論断暴空論」という本を書いたんですけどこれがそうですねまあまあ結構ね評判にはなったんですけれども、えー、今ですねその後ですね えー、これ何年前だったかな、えー、?10 年ぐらい、10年か20年前だったのえー、っと、ちょっと待って。2013年だから、2022年、ちょうど10年ぐらい前ですね。10年ぐらい前に僕は星論ン暴国論というこの本でですね、この本で桜井よし子とかね、えー、小林なりとか、 えー、西部進むとか渡辺昭一とか西尾幹事とかね、この当時ね、10年ぐらい前はこの人たちがオシし論団を、えー、先頭走ってたんですよ。で、彼らに特徴的なことは何かっていうことね、権力にすり寄ることですよ。権力って言っても自民党の安倍,安,倍安倍派っていうかね、今で言えば安倍派ですね、清和会とかね。 そういうい連中にすり寄る、それが日本会議とかなんかそういう人たちですよ宗教右翼とかそういう人たちで当時は僕はあんまりよくまだそういうことに興味なかったし僕は小林秀夫とか江藤潤とかっていうのにはね大変興味を持って、えー、本も全部全集、えー、に向かって熟読してたのでねあの保守,保守論談っていうのに興味を持ってたんですよあの えー、文藝春秋から出た諸君とかですねああいうのもいつもまあかって読もうとは思わなかったけどまあ何かあったら読,読んでたんですよ。えー、江藤淳の,の一連の論文が出たのもあそこですねあの、えー、憲法問題とかあの検閲問題とかそういうことでしたからねそれからあの、えー、そのあやこの大江健三郎批判の ある神話の背景とかと,という、なんかあの沖縄集団自決問題んですよねされてましたね。まあ僕、真面目に読んでなかったですけどね。僕はどちらかというと、大江健三郎が好きでね、大江健三郎の全集を買って、まあ、読んでたっていう。高校時代に大江健三郎に興味を持ってですね、それからあとはずっと大江健三郎の、えーえー、書いたものを読みながら、自分の。えー 読む範囲を広げていったとで大学入ったてるとですね、えー、吉本龍明とかね、江藤淳とかって、そういう文芸批評家っていうものに興味を持って、特にあの小林秀夫は、まあ、ちょっともう前の人でしたけども、えー今、当時現役の、えー、吉本龍明とか、えー、江藤淳っていうのに大変興味を持ってたんですよ。彼らの、えー、丸山総批判っていうものにすごい影響を受けましたね。 えーまあ、そういう意味で、星論壇っというのはね、えー、小林秀夫、福田康尊、江藤淳、三島由紀夫、こういう人たちのところまでは僕の、僕にとってね、超一流の、えー、星論壇のじゃ、えー、言論人だったわけです。ところがですね、えー、小林秀夫が死んだり亡くなってです、ね、それからあ三島由紀夫は1970年に、えー、自決騒動を起こしましたね。あのー 盾の騒動ですよねそれからあとに結構どんどんなくなっていくんですよ消えていくんですよ、えー、小林秀夫とかそれから福田高村江藤淳とねで、えー、その後に出てきた人たちっていうのに僕は違和感を持ってたのでこの本を書いたんですよその後に出てきたのがね、えー、西部進むとか桜井よしことかね えーわたえー、西尾幹事とか渡辺昭一とかって人たち、も昔、その前からかなりいましたけれどね、あんまりそれほどね、表だった表だったっていうかあの、トップランナーではなかったんですよね。ところがあの、江藤潤とかね、そういう人たちがね、いなくなった後にな急速に出てきたんですよ。彼らが、えー、まあ、星野段を牛耳るようになってきたっていうか、そこで,そこで一番あのいかわしいのは桜井よし子ですね。僕は桜井よし子の,の調べたんですよ。 そうするとね、桜井よし子はさ、さであのニュースキャスターかなんか出てきて、日本テレビの、えー、ニュースキャスターかなんかで、さ、えー、登場してんですよね。その頃ですね、あのエイズ問題が起こったんですよ。で、エイズ問題で、えー、彼女はそのエイズ問題で、えー、実績を作って、えー、血流病の、うん、悲劇とかなんとかって、えー、の書いて。ところがね、この本はね、 えー、この本は文、えー、と中央公論の文庫かなんかになってたんですよ。ところがね、えー、彼女は自分のその所女作であるね、えーと、あれはタイトルは何でしたっけね、エイズ問題を預かった、<laughs> エイズ犯罪、エイズ犯罪血友病患者の悲劇っていう本なんですよね。 ところこの本を読んでみるとね、あの、えー、とかなりね内容にね欠陥があるんですよ。彼女はあの確か、えー、と血友病問題で、えー、それだその欠陥があるからですね内容にね事,事実関係が間違ってるし、その科学的な、あのあのれ医,医学関係の問題ですからね。 それに対して裁判が起こってですね、そういう人たちの間で、彼女の本はどうも間違ってると、間違いをもとに、えー、テレビカメラを連れてあの、特定の人物をつけ回してね、えー、追いかけ回したりしたんです。これ、安たけしっていう社がいましたね、安たけしっていう老人が老人がいたんですよ。もう老,老医学者ですよね。帝京大学の副学長かなんかしてたような気がするんですけど。 その人をね、テレビカメラで追っかけて、でも、そのテレビカメラで追っかけられたもんだから、安倍さん、安倍武っていう人はですね、もう、えー、日本中から袋だときに会うっていうのはね、バッシングを受ける、そういう状態になってたんですけど、ところがですね、えー、それに対して、えー、いろいろ調べてるうちでですね、えー、っとあの弘中純一郎っていう弁護士がいますね、弘中純一郎っていう弁護士とですね、 その人たちがよく調べて、えー、現地取材とかそういうことも繰り返して、裁判を、えー、やった結果ですね、桜井佳子のね、その加熱製剤と非加熱製剤がどうのこうのっていう議論がね、全く逆なんですよ、反対なんですよ。で、安倍毅の方が実は正しかったっていうことが分かるんですよ。そうでするとね、えー、そのその証拠、えー、にですね、えー、桜井佳子は自分の主導策である、し出世策である、 えー、その何でしたっけ、エイズ犯罪け血友病患者の悲劇という本をですね、中高炉に文庫まで入ってたのに、亡くなってあっという間になくなったんですね。だから、ああ僕はね、普通、物書きとか文、えー、言論人っていうのは、たとえね、少しぐらい間違いがあったとしても、自分の所作ぐらいは残す,で残すでしょう、いくらなんでも。 それがないんですよ、彼女の場合は。本自体もなくなってるんじゃないですか。僕は持ってますけどね。どっかで、どっか古本屋からかで探したんですよ。探して確か見つかったんですよ。ななどっかにあったんだけどな。え、分厚いは、ああ。えー、それ、それ, <laughs> それでですね、えー、全、ま、くそれは、彼女は、あの、持ち出されて、そ,その話題を出されることが、今、今になってみるっていうかさ、あの、 間違いだったということをばらされるか困るからもう絶版にしちゃったんじゃないですかね。えー、確かそれを追求した本がまたあってね「武藤春光弘中純一郎編長の安倍武史医師薬害エイズ事件の真相真実」という本があってその本を僕も借りて読んだんですけどねいやーこれはねやっぱりもうでたらめです桜井良子のでたらめですよ。 それを言う人がね全然いなかったので僕はこの本の中で桜井し子っていうの、ね、インチキ野郎だよっていうことを書いたんですその具体的に証拠を挙げてでもう一つはね、えー、もうあのー、古い話になっちゃいますけど、えー、今今社民党の党首かなんかやってる、えー、福島みずほ、福島みずほに関してですね何言ったかっていうとね彼女は、えー、福島みずほがねあのー、なんだっけ、えー、従軍安婦問題について いろいろ議論してる頃にですね福島みずほと滞在してなんか福島みずほに何とか言われなんか何か話をしたとではな、えー「もっと勉強しなさいよ」って言ってあげましたよとかなんとか、えー、あ当時はですねあの従軍慰安婦問題っていうのは「旗郁彦とかね、えー、田中清次でってその本とかあの他にもなんかその いわゆる経営者みたいな人たちがいたんですよ、その従軍違反に関するとそ。そういう本をちゃんと読んでくださいよとかさ、そういうこと言って、福島みずほにお説教みたいなこと言ったことがあるとかって、講演会で喋ってるんですよ。ところがですね、福島みずほに言わせると、そんな対談なんかしたことないって言うんですよ。福島みずほと話して、その従軍違反問題について議論したこともないんだって嘘う。うば、作り話を彼女は延々とほ他の人たちにや喋ってるわけですよ。 だから福島みずは社民党の党首だったりするから、まあ、えー、反,反自民の一応、急先鋒だったわけじゃないですか。それを批判するということが、彼女の、まあ、自民党に恩を売るというか、自民党にべったりの連中が、あの福島みずを批判するようみんな手を叩いて喜ぶわけですよ。それで、そういうでっち上げの対談というか,か、会話を喋ったらしい。とかそのそう,いう会話を 福島みずほに言わせるとと全くしたことがないって言うんですよそれでどうしたんですかってであの福島瑞穂に抗議したら、ね、あ福島であの桜井よしこに抗議したら桜井よしこがあれは間違いでしたあのデタラメですとか、ね、デタラメとは言わないだろうけどちょっと私の勘違いだとかなんとか言って謝ったらしいんですよ。え桜井よしこはねそういうやつですよ。 あのいかにもね、あのテレビなんか出てきたりして、時に喋るときにはね、いや、理論整然とね、あることないこと喋ってね、揃ってますよ、証拠全部ありますよっていうようなことを、顔して喋ってるけどね、まあ、おしゃべりのうまい人っていうのは何、なんと,とでも言いくるめられますからね。それと、我々一般庶民は聞いてるとね、おお、桜井よし子の言うとりだ、桜井こうなんでも、何でも桜井よし子の考えがすごいなとか、だから、えー、まあ、そういう形でですね。 いつの間にか桜井し子は、えー、星論団のね、えー、主役に踊り出て今やあもう圧倒的な女帝になってるわけですよね。あのどこか、えー、どこか、えー、赤坂の氷川神社のな境内の中に豪邸を建ててそこに住んでるとかなんとか言ってますね。本当かどうか知りませんけど。なんで氷川,川神社の境内に、えー、豪邸が建つんですかね。どこから金は出てんですかと。 なんとかなくかいかわしいものを感じますねところであの安倍さんが死んだ後ね彼女の言論っていうかねそれはちょっとねやっぱりね、えー、下火になってきましたねなんか元気がないっていうかもっと激しくやってくれよ例えば統一教会問題が安倍さんの、えー、じ事件後安倍事件後大きなトピックになってきたわけですよねじゃあこの統一教会問題統一教会っていうネタはですね あのおお桜井義久にとってどういう問題だったのかよく考えてみると実はここにですね桜井義久の正体が隠されていると思いますね。僕は統一教会問題はもう今やですねこの星論壇の全体のび病巣をね,ね根っこにある病巣であってねガタガタにね星論壇が崩れると崩れかけてますね。であの今あの月刊花田とかね ウィールとかね、そういういわゆるエセ星論団雑誌がね、えー、生き延びてますけどね、これもね、いずれね、淘汰されていくと思いますよ。何も中身ないんですからね、まだ、あのなんだっけー、最近 YouTube とかね、そういうところに、えー、流れ込んできて、いろ大量に、えー、文化人放送局とかね、虎ノ門ニュースとかなんか、そういう、えーい、いかにもね、 あのえー、圧倒的支持者がいて人気も人気がありますよという感じでね、えー、いろいろやってますけどね、でまあ一般大衆というか、国民の多くはね騙されてると思いますけどね、まだ、あそれですごい、えー、影響力があるんだと、その大元にいるのは桜井よし子ですよ、これが安倍さんとねつるんでたんですよ、だから。 安倍,せ安倍、えー、あれは7年とか8年で八年8年7か月とかなんとか言ってましたね、長期政権の裏で動いてたのはそうですよ、桜井し子とかそういう連中ですよ。だからね、もうはっきり言って安倍さんのレベルっていうのはね、桜井し子のレベルを考えればね、気の毒になるぐらいあの貧弱なものだったんです。そして今、それされて、今、潰れていくところです。で、えー、っと、あの、えー、っと、なんていうか。 櫻井善子,子もね、今あのあ、いろんなところで批判されるようになってきたんだと僕は思うんですよ。櫻、えー、井善子,子が、ね、安倍さんと、ね、一応組んで、組んでっていうか、持ちつ持たれつしながら、ね、保守論壇の中でいろいろやってきたことっていうのは、ね、はっきり言ってあのアメリカべったりです。 あの売国エージェントっていう言葉があるそうですけどね、売国度っていう言葉がありますねか、彼女たちがよく使ってた言葉ですよ。野党系というかね、あのー、左翼系の人を批判するときに、売国度だとかなんとかって、反日主,主義者だとか言ってたんです、うん、こ,れこれが、ね、逆にね、今はね、売国度って言えばね、桜井よし子のことだということが分かってきまして、売国度は安倍晋三と桜井よ美子その他、その一派。 で今ね、売国エージェント、売国エージェントという言葉もあるらしくて、売国エージェント、桜井よし子の正体というような感じですね。今日その話をしているわけですけれども、僕はあのもうはっきり言って、正体がどうのこうのっていう、正体は最初から見えてたんだから、ああいう人をあの政治の中枢なんかにと取り込んだりしちゃいけないんですよ。やっぱ、ああいう人がいてもいいんですよ、別に。 ああいうジャーナリスト,の,リストのとこやっるんで、テレビタレントみたいなジャーナリストがいたとしても別に全然構わないし、そういう人がいても,いても楽しいじゃないですか。でも、そういう人にね、頼りきりになって、政府の中枢にまで入,れ入り込ませて、なんかその、いかにもなんか政府を代表するかのような意見を全国で話しまくってると、そこにまた地方,地方のですね、えー、中小企業のおやじさんとかおばさんたちがね、 集まってくるとでもう二人あの桜井よしことツーショット写真を撮るだけでね、えー、もうみんな嬉しがっててまあばかばかしいですよねでだから今統一教会問題が出てきたことによってこの人たちの正体がばれたっていうことになるんですけども僕はもう10年前のねこの本を書いた時にあの女いかがわしいよと書いてあるんですであの彼女がねえー、なんかいろいろやってるんですけどあの 国家基本問題研究所っていう体操の名前のついた研究所のなんか理事長か所長かなんか知らないけどやってるんですよね。そういうところにもう本当に気の毒になるぐらいバカだなと思うんですけどまとものね研究学者とかね立派などっかだ大学の教授たちがねぞろ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 ねそこに集まっていってるんですよ。いや本当ね。もうこの 自分たちがやってること自体は別としてね、そのこういうい国家基本問題研究所長、桜井よし子のあところに集まっていてね、なんか美味しい飯を食ってるだけでね、なんか満足してるらしい学者とかね、そういう連中っていうのはね、本当にどうしようもないなと思うんですよ。これが日本の星論んです。僕、だからここで星論団、防護論と言ってるのは、そういうこと言ってるんですよ。その通りになったんですよ、だから。 今、日本が、えー、安倍政権の4年か8年間の長期政権、それが、えーえー、小泉純一郎かといったら10年か20年経ったわけでしょ。で、その後ろに竹中平蔵がもいるし、本当にもっとくだらないのが桜井義子がいたわけですよ。その,この、この、えー、なんていうか、売国度一派っていうの、売国エージェントの政権がですね、もう今、今回の、えー、安倍銃殺事件で一発の銃声とともにね、 あのー、まあ、あのー、ずたずたに引きさかれてしまった正体が暴露されてしまったと。今これを取りつくろうとして、一生懸命いや、あのー、月刊花田の花田義和、えー、とかなんとかっていう編集長あたりは、あのーえー、統一教会とかそういう、えー、信者たちを脱、ね、会させる工作をやってる人たちの方が怪しいとかって,ってなんか、えー、また女性ジャーナリストを使ってね、そういう、えー、記事を 連載ししたりしてますけどねまあ何やってもいいんですけどあまあ,あ最後の悪あがきをしてるだけだからまあ何,何いいですよ面白いじゃないですかっていう程度で、えー、今にあのー、統一教会問題を擁護,擁護するっていうかあの野党系がですね統一教会問題を追求するとそれを この逆に、お前、いい加減にしろよ、宗教ってそういうもんだよとかって擁護しようとしてる人たちがいっぱいいますからね、その人たちは、統一教会に絡んでですね、安倍さん、桜井よし子、竹中平蔵その一,一派の中にいてね、一つの、ね、甘い資料を知ってた連中なんですよ。だから、これを批判のはできないでしょ。まあ、して批判すると、正体をばらされる可能性はあります。統一教会の方から資料いっぱい持ってるわけでしょ、資料を。で、どんどんばらされるじゃないですか。 えーまあ、今、岸田内閣の大臣たちが次々に辞めていきますよね。あの山際大志郎とか何とかわけのわからない人がいましたけど、統一教会にズブズブじゃないですか。それとあの萩生田あなんとか萩生田なんとかっていう、えー、今あ、なんとか会長やっても総務会長か、えー、なんていうんだっやっ,てやってる人いますよね。あの人もなんか今 出てきて偉そうなことやって言ってますけどあの人は統一教会からで統一教会に応援してもらってやっと選挙に当選したような人でしょまあこれからも頑張ってほしいなと思いますけどねあー気持ち悪いですよね統一教会のことを語ればあの、うん、萩生田とかねああいう人たちがゴロゴロいるわけでしょみんないやー統一教会っていうのはジェントとかっていうか、ん 統一教会の基本思想っていうのは何かって言うと日本のね天皇とか日本の国家っていうものを全部あのスポイルするため天皇はサタンだって悪魔だって言ってるんですよ。で将来的には、えー、韓国朝鮮半島の中日本はあのそれこそ何、えー、て言うの植民地化されるぐらいのそういう構想をかかあの統一教会の文鮮明それから、えー、韓なんとかっていうあの えー、奥さんの後継者みたいな人たちはそういうことを考えてるらしいんですけどまあよくそれに対して、あのー、一緒に手をつないで、えー、日,本い日本の政府に、えーえー、入り込んできたものだと思いますね。だからよく今と僕が今思い出して今何となく考え出したのね「売国エージェント桜井よし子」の正体っていうかね「売国エージェント桜井よし子」の終末終焉という感じですね。もうはっきり言って 何やっても無,理無駄です。まあやや、やることを別に僕はやっちゃいけないとは思わないですよ。どんどんやってください。まだそれは恥をさらすだけだから。で、僕はね、あの、まだ今、例えばね、あの、えー、桜井義子はね安倍さ、安倍政権のサイドからね、ものを全部しゃあの書いたり喋ったりしてますからね、例えば、えー、北方領土問題があったんですよ。で、えー、鈴木宗男、ね、 佐藤マサルあのル一発一発というかあのルートの連中がですね、えー、桜えー、桜北方領土二島変換論というのを一時か掲げるんですとこのこれに対してもね桜井し子はねもう言い掛かがり言いか言い何て言うんだ言いがかりをつけてもうものすごいあの批判を繰り返したことがあるんですよところがねさくあの鈴木宗男があの宗男ハウス事件とかなんかあった時にもね。 鈴木宗男の方が立派ですよ。一貫してますよ。その批判、批判もまた今,今回またも,もう一回僕は検証して見ようと思いますけどね。いずれにしろ桜井よし子が絡んだね論争っていうものはね、全部ね、ほとんどがまあ根拠のないでたらめ。まず、あのー、桜井よし子はね、沖縄中断事件問題にしろ、従軍違反問題にしろ、南京事件にしろ、いずれの不法令問題にしろですよ。 全部自分で調べたかどうか、それともその問題について深く考えて、しかもその問題について、えー、本を1冊か2冊でもいいから書いたことがあるのかって言うと、そんなことはない。まず受け売りで、つばめ食いして歩いてるんですよ、いいところだけを。だからね、細かい論争になってくると、どんどんボロが出てくる。だから、なんでこういういい加減なジャーナリストを。 総理大臣ともあろう、日本国,日本国の総,総理大臣である安倍晋三は信用したから。いくらなんでもね、その、富士筋を調べ,てない調べることもなしにね、えー、単純に引っかかっちゃうっていうことは、騙されるっていうことは、本人がそういうふうにあの未熟だからです。想的未熟っていうか、幼稚なものの考え方をしてるからですよ。僕はだから えー、桜井よし子のねこ今後ともね桜井よし子が、まあ、ま,まだ生き延びるでしょうからね <laughs> 桜井よし子がまた安倍,安倍要所論の擁護論をねどこかで展開するかもしれないしそういうのじーっと見ててねあのもう時間の無駄ですけどね時間の無駄ですけどまあ面白半分に観察していこうかなと思っていますまあはっきり言って、あのー、桜井よし子なんかに頼り切る、えー、自民党政府は もう、も,うもちろん頼る、頼頼るるこれから頼るつもりはないだろうけど、まあは,はっきり言って、まあ、その最後の悪あがきをじっと観察してやっていこう、見てみようかなと思っているところなんです。というわけで、今日はこのあたりで終わります。ありがとうございました。ご覧いただきまして、ありがとうございます。 チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。